こんにちは、萩原哲夫です。今日はまとめて2本撮ろうかと思って2本目ですが、これもまあ半分近況報告なんですけど、まあ、ちょうど今日読み終わった本、電車の移動中によく読んでるんですが、源氏物語瀬戸内寂聴役巻3ですね。以前一回源氏物語についてこの動画でもお話しさせていただきましたけども、もう1年半ぐらい前かな、1年半前か、最初に読んだのがですね、まあ第2巻でして、そのなぜかというとですね、その中の葵という段がありまして、まあ六条の御息所という方がですね、生き霊となって、光源氏の正妻さん、奥さんをね、呪い殺しちゃうっていうね、そういう恐ろしい話があるんですが、たまたま知り合いになった能、の役者さんの方が、その葵のその脳を回れるということで、前知識としてですね、読んでおこうと思って読んだのがきっかけでございました。でその当時はですね、まああれですね、途中からというのもありまして、なかなか面白いには面白かったんですが、なかなかこう入り込めなかったんですよね。で結構読み終えるのにもう何ヶ月もかかってしまったんですが、今年に入って、まあ、あれですね、美術館で、まあ、東京国立博物館が多いんですけど、日本のこの絵画を見てるとですね、源氏物語を題材にした、絵画というのが結構ありまして、伊勢物語、源氏物語っていうのはね、近世にまでの絵で、もうそれこそリンパとかもね、結構題材にしてますが、こう題材にしてる絵が多いので、興味をやっぱしもう一回持ちまして、第一巻のこのね、夕顔っていうのがあるんですけどね、この方もですね、これも多分ね、六条御息所の怨霊で亡くなった風な、ちょっと感じはしましたけどね。ここでは、夕顔でははっきりそのことは書かれていないんですが、まあそれ、とにかく夕顔の話が読みたくて、夕顔はね、結構題材にされてたんですよね。日本の古い絵の。で、一巻読んでみようと思って、読み始めたらですね、これ実に面白くてですね、なんていうか、2巻で時間がかかったのが嘘のように楽しくてですね、なんでしょうね、この女性でありながら、作者の紫式部だっけ、女性でありながらね、この男性心理の読み方の妙というかね、大したもんで、なかなか面白くて、一気にこの1巻読んでしまいまして、その後2巻もちょっと読みつつも3巻入ったら、これも結構一気に読めちゃいましたね。今読んだばっかなんで、割とストーリーもよく覚えてるんですけど、まあ源氏が20代後半の話ですけどね、一回須磨明石兵庫県の方に流されちゃうっていうか、まあ自ら流されていくんですが、そこでのわびしい生活からまた、都に戻って栄華を極めるとこまでの話なんですけど、まあ20代後半になっても相変わらずな、まあね、プレイボーイぶりですね。かっこよく言えばプレイボーイ、悪く言えばただのスケベっていうね、まあでも楽しいです。一気に読めました。で、下手なですね、恋愛のその
教則本っていうんですか、読むよりもこれ読んだ方が多分ね、女性の心理を読んだりとかね、その恋愛におけるそういうコツみたいのがね、分かる気がするんですけどね。とにかくまめにね、文章を書いて女子に送るというね、もうなんかまめさですかね、大したもんですよね。もともと美男子でモテる上にまめだという、なおかつ優しい言葉常にかけちゃうというね、ちょっとムカついた相手でもなんかとりあえず表面上は優しくしてあげるというとこはね、まあ大したもんですね。そうは言いつつ、まあいろいろこう裏では葛藤もその女性としつつみたいな感じがね、実にこの平安時代も現代も変わんねえんじゃねえかっていうね、なかなか面白いです。そんな感じでですね、あ、そうだ、それでそのさっきの最初に言った六条の目安どころですけどね、東京国立博物館にたまたま今年の頭でしたかね、行った時に近代というか明治維新以降の日本画のコーナーに六条の目安どころのその生き霊になったところを描いた絵がございまして、おおと思いました。それを見た時ね、これかって、こういう風に見るんだっていうか、そういうのがありまして、ちょっと今持ってきます。下のミュージアムショップに行ったらですね、絵はがきも売っておりまして、買っちゃいましたね、やっぱしね。どこだっけな、ありましたね。ですね、上村松園さんのですね、大正7年1918年、80年前、じゃねえか100年前ですね、ちょうどの絵ですね。これですね、わかりますかね。まあ、で部分的にトリミングされたものもあって、上村松園、上村松園っていうのか、松園さんはですね、上村松園さんですかね、あ、すいません、上村松園さんですね、女性の画家さんでございまして、女性から見たそのね、もう愛情が逆転しちゃって、その嫉妬のために、ね、別の女性を呪い殺しちゃうというね、その感じっていうのはね、まあ、すごく綺麗に描かれてますけども、このなんか結構セクシャルな色気が出てて、あ、この辺の見方はやっぱ女性同士なのかなってね、この絵を見て思いましたね。男だともうちょっとなんかそのセクシャルさよりも感情の方にフォーカスして描いてしまうんだろうなと思いましたけど、この辺がですね面白いなと思いました。上村松園、はい、タイトルはですね、炎ですね。炎ね、まあ本当に炎ですね。これはまあ読んだ方は、ご存知な方はね、炎でなるほどと思うでしょうけどね、そのタイトルの割にはなんかそうですね、なかなか色気のある、半分幽霊半分生きてるみたいなね、そういう感じが出ております。国立博物館上野の1階の近代の日本画のコーナーで展示されてましたけども、多分またローテーションで何ヶ月か何年かしたら飾られるかもしれませんね、これね。ご興味のある方は見てみてください。チェックしてみてください。そういうところで、今回は終わりたいと思います。そうそう、こちらもね、源氏物語、全10巻だそうですけど、とりあえずまた
しばらくビジネス書を読んでからもう一回また今度4巻にチャレンジしてみたいと思いますので、そんなとこで今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。